豊田市ではマイカーで特設コースの走行タイムを競い合うオートテストというイベントが開かれました。このイベントは今月10日から始まるラリージャパンを前に豊田市などが企画しました。今日のオートテストには47台が参加、1台ずつ特設コースを走行しタイムと運転の正確さを競いました。もともとモータースポーツに興味があったし、初めて参加してみました。緊張感半端ないです。